なんか腰の曲がったおじいさんがいるぞ。なんだなんだ。何を漁ってんの？おお。やべ。汚ね。汚ね。助けてくれ。意外と重いんだから。汚ねえな。ゴミ箱に突っ込んだぞ。なんかガサガサしてる。グライナたちが住み始めて。グライナ。なんかいらっしゃる。スバメ。スバ。スバ。スバ。聞いてみよう。なるほど。私の美しい羽に。まさっきゴミ箱入ったしね。スバ。よし。ガサガサしてるのを調べてみよう。カブ、元気が、元気一番。カブ。見てないか。あれ、スバメがこっち来た。木の実。コインもらった。お、スバメの羽をゲットした。あいつわざわざ置いててくれたの。このコインもまたなんか後で使うのかな。なんか人がいっぱいいるな。とりあえず人以外の調べられるものはもうないかな。よし、聞いてみよう。こいつら何にも教えてくれなさそうだな。毛づくろいで抜けるってもう手に入れたからこの情報は無意味だな。した情報ないなぁ。餌もらピカチュウ置いてってるわ。まあ、いっか。コーヒー飲むの。ペロー。あ、かわいい。味見はお任せ。味見しちゃうの。最高じゃないか。あ、でこれでペロームちゃんが出てきたのか。コーヒーについて。ピカチュウが？イエーイ、豆パトの餌を手に入れた。大した情報ねえな。ペロー。味見したい。あ、ピカチュウの匂いで分かんなくなっちゃった。人間ばっかり来る。パンのいい匂いがする。よし、これぐらいかな。こっち入れないもんな。なんか増えてないかな。増えてないね。おじいさん。あとポカ。よし、ここは終了かな。じゃあ豆パトに話を聞きに行こう。どこだ豆パト。ずる。
ダメだ、タッチしちゃうわ。会話をやめる。てか餌はどうやって使う。あ、この人に渡せばいいのか。それジョージ、ヒューイ、マッコイ、名前ついてんの。パー、襲ったかどうか覚えてない。パー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 、はじめまして。名前パーパー。まあこいつらから聞けることはもうないだろう。スバメ、マメパト、全然違うね、黒い羽と。じゃあ向こうに戻るか。向こうって戻るかっていうか、自然エリアに行ってみよう。ここが一番怪しいぞ。くる。こいつらはムックル、にぎやか3匹。これがムックルか。本当に黒い、黒いのばっかりだな、ここ。黒い鳥。ムックルー。ムックルー。ムックルの羽を手に入れた。ムックルー。キラキラしたものが好き。ということは、ネックレス取られたんじゃね？エイパムなら知ってるかも。よし、エイパムに聞いてみよう。ムックルの羽、やっぱ違うね。全然違う。飛んでっちゃった。あら、飛んでっちゃったわ。自分の巣に持ち帰る。なんかいるよ、ワンワン。やんちゃ盛り。なんかエイパム上にいるわ。話しかけちゃいけないのこれ。こっちえな、公園で遊んでいる。あそこにエイパムが。ポチエーナをおとなしくするには、あの人間様。わからないよ。エイパムと喧嘩。エイパムと闇カラスは仲が悪いんだね。なるほどね、ポチエナのせいでエイパムが。エイパム住みづらくなってんね、だいぶ公園に。ここになんか良さそうなやつがいるぞ。グライナ、公園の女王、お前が取り仕切ってんのか公園を。グラ、あ、ポチエナか。あ、さっきのポチエナか。てかいたじゃん、今いたじゃん。今いたじゃんね。見どころのありそうなやつ。グライナ、
まあちょっと探してみるか。そう、近場のポチエナじゃないのかな、もしかして。そんなことはなかったね。そんなことはなかった。すぐそこにいるじゃない。あ、違うのか。こいつじゃないのか。あ、間違えちゃった。花壇や。もう一匹を見つける。あのポチエナじゃないんだね。花壇、なんだっけ。花壇や植え込みでしょ。じゃあ花壇や植え込みを、いた。いたぞ。もうピキー、こんな近くに。ポナ。よし、よそ見に行こう。かわいい。ポーナポーナ。ワンワンだよね。寝てる。早っ。よし、これでエイパムに話を聞けるぞ。エイパン。エイパン。木の上から動けなかったから。なるほど。目が合うために喧嘩してる。えいぱー、池の脇にある太い木。えいぱー、闇カラスの。えいぱー、なるほど。もう全部の証拠が揃ったぞ。そういえばペンもあの闇カラスのところにあるんじゃない、スーのとこ。よし、太い木、池のこれか。闇カラスの巣を調べろ。なんだ、またミニゲーム的な。この木かな。ああ、どうやら留守みたいだ。調査するなら今のうちだな。見てくるから、奴が帰ってきたら教えてくれ。うん、任せてよ。任せてよ、ペッペッ。頑張れ、ピカチュウ。だんだんちっちゃくなってない。無事に着いたぞ。かわいいな。何か証拠になりそうなものは。お、これだ。おい、ティム、あったぞ。おう、闇カラスの羽。これは闇。ピカチュウ、闇カラスだよ、気をつけて。10万ボルトだ。くわ、危ねえ。助かったぜ、ナイスキャッチ。急に早くなったな、あれ。きつい一発を食らったが、バッチリ証拠を手に入れたぜ。証拠っていうか闇カラスの羽、やったね。ビンゴだ、ティム。現場に落ちてた羽は闇カラスのもので間違いない。早速話を聞きに行こうぜ。闇カラスだった。闇か。ああ、悪かったって勝手に上がり込んだりして。怒ってるわ。ああ、お前、エイパムと喧嘩しただろう。闇か。してない。してない。あれを見せてやれ。この羽は君のだよね。気絶したエイパムの周りに落ちてたんだ。いや、闇か、うん、やっぱりお前か。ネックレスに目をつけてのことだろう。誰かが置いたんじゃ。ネックレスはどこにやった。闇か。喧嘩の時になくした。あ、違うか。適当な言い訳を。
闇か闇か闇。誰かが持ち去ったっていうのか。だがあそこにはお前とエイパムしかいなかったはずだ。闇闇か闇。第三者がミノムッチがいたって。ミノムッチ、うん、まあ確認してみるか。闇か闇闇か。ああはいはい。ミノムッチがいたんだとよ。ミノムッチ。じゃあミノムッチのところ行くか。エイパも起きてんじゃない、そろそろ。なんでこんなところに豆パトが。ここか。うわー出てきたー。みのみのみのむじゃきで陽気。驚かせて悪いな。今日この木で喧嘩があって近くにネックレスが落ちたはずなんだ。知らないか。みのみのむみのむみのむなんだ。そうか、わからないか。わかんないんだ。いや戻るのは待ってくれ、まだ聞きたいことがあるんだ。みのむずいぶん焦ってるみたいだね。ああボールが飛んでくるとかな。あーボールが。喧嘩の後で誰か来なかったか。気づいたことを教えてくれ。もしあの少年か。ミノミノミノ喧嘩に巻き込まれた。なるほど、そいつを探せばいいんだな。白黒のボールあったね、白黒のボール。おいティム、おいティム、おいティム、なんだよ。探してみようぜ。じゃあちょっと木をパーパー。無理だ、こいつからは無理だ。もうペンのことしか頭にないからな。この聞き込みの意味あんのかな。こう揺らせばいいんじゃない。違うの。話しかけられない。いない。カフェの方。ミノ壊しちゃった。壊しちゃったらどうなるの。ずる。とりあえずカフェの方行ってみるか。じゃあちょっと待って、ミノムッチぐらいの大きさのポケモンが走ってったっつってたからな。おじいちゃん、いない。カブ。スバーも多分見てないだろうな。ピンク色の何か近くを走ってった。ここか。違うな。これか。お出てきた。見つけたぞ。ミノムッチだ。裸だ。ほんとだ。よさっきの子たちとは見た目がちょっと違うけどね。なあお前、
ちょっと話を。なんかいっぱい出てきたけど。大事なミノムッチちゃんに近づくな。どういうことだ。おいおい、なんだよ。保護者の登場か。保護者いるのか。追って食おうってわけじゃないぞ。探し物があって話を聞きたいだけなんだ。そうなんだ。こいつら全部一緒なの。なんか見た目違うけど。私たちが聞くって。家宝もいいところだな。仕方ね。ミノマダン。ミノマダン。ミノミノ。ミノ。ダメなんだ。事件の証拠ってあの葉っぱじゃん。おい、ティム。おい、ティム。ちょっと待ってね。おい、ティム。ティム。ゴミのミノのミノムッチには。情報を集めよう。いる？ミノムッチ。へえ。いる？お姉さん。あの子たちは可愛いわ。可愛いの。おじいさん、ミノの見た目。この人、有力な情報をやっとくれた。ミノモッチの進化。もしや進化したのか、逃げて。おじいさん。取り込んだものによって、なるほど。なんか光ってる。あ、ペンを取り込んだのか。あ、そっか、あそこでミノを壊されて近くに落ちてたペンを取り込んだみたいな、そういうことか。ミノムッチ、昨日の夕方、あ、ボールぶつけたのも昨日の夕方だもんね。うん、消えたペン。パー。そして壊れたミノ。パー。どうしたの、ピカチュウ。いや、待てよ。ピカッとひらめいた。パン。噴水が。なくなったものは。ミノムッチのミノの中にあるんだ。ということはネックレスもってことかな。ミノ。ミノ。よう、また来たぜ。悪いがミノを調べさせてほしいんだ。ミノムッチ。ミノムッチなんだって。くすぐったいから嫌だとよ。かわいい。ああ。大丈夫か。ああ、裸になっちゃった。ごめんなさい。気をつけて遊んでね。はい。おい、見ろよ。ペンを発見。思った通りペンが出てきたぞ。すごい。ネックレスは。まあ落ち着け。もうできたの。その話はこれからだ。
詳しそうなやつ。とりあえずペンを返せばいいのかな。この人がゴミも漁ってるんじゃないかな。ペンを渡す。あれ？関係ない。ゴミに詳しそうな、あれだ、あのおばさんだ。おばちゃーん、いた。消えてた。あ、だから缶が落ちてたのか。なるほど。ちょっとこれを見てから。推理メモ。いいか、やつは草木のミノだったが、エイパムの喧嘩に巻き込まれてミノが壊れた。その証拠はどれだかわかるか。どれだかわかるか。これだ。あれ、そう考えるんだな。次はゴミのミノになった理由だが、草木のミノのミノムッチがいたあたりで妙なことが起きてたな。ちょっと待って。いや、これでいいんだよね。ほう、それで？それで？これか？グッド。その通りだ。さあ、ミノマダムのところへ行くぞ。これで合ってんの？よう、ちょっといいか。お前のミノを調べさせてほしいんだ。ミノマダム？ミノ？ミノマダム？ミノミノ？探してるネックレスがミノムッチのミノに紛れてるはずなんだ。他のミノムッチからは出てこなかった。あとはこのミノムッチだけなんだよ。はい。やれやれ、相変わらず過保護なやつらだ。ミノムッチが草木のミノからゴミのミノに変わった証拠を見せたら調べていいんだな。ティム、証拠が一つあるな。変わった証拠、空き缶？違うだろう。変わった証拠？ティム、証拠が一つあるな。あ、これ、これ。うん、そうだ。ミノムッチのミノは、闇カラスとエイパムの喧嘩に巻き込まれて一度壊れたんだ。その壊れたミノが、この葉っぱだ。つまり、ミノムッチは慌てて周りのゴミでミノを作り直した、ということだ。ということだ。そうです、僕がやりました。分かってくれて助かったぜ。じゃ、失礼して。くすぐったそう。やったね、ネックレスだ。あったあった。届けてやろうぜ。問題解決だ。問題解決だ。これなんかランクとかあるのかな。間違えたらランク下がるとか。お兄ちゃん。はい。わー、ありがとう。これでやっと事件解決だ。じゃあね、お兄ちゃん。お兄ちゃん、ピカチュウも。お姉ちゃんって知らない人だったの、あれ。
すごいのね、君。大したことじゃないです。お母さんかと思ってた。俺のおかげだろう。このピカチュウも活躍してくれて。素敵な相棒みたいね。帽子も似合ってる。じゃあ、私もそろそろ行くね。はい。チャンスだろ、ティム。お茶くらい誘ったらどうだ。何言ってるのさ。ああ。大物を逃がしちまったぜ。お前、ベイカー探偵事務所に行くんだよな。どうしてそれを。わからないか、ティム。俺はお前の親父、ハリー・グッドマンの相棒なんだ。何？今はベイカー探偵事務所の世話になってる。え？父さんのピカチュウ？こんなだったかな。こんなとはなんだ、こんなとは。ごめん、前に会った時はもっと可愛くて素直な感じだったから。あ、昔は可愛かったのか。あいにく俺は記憶をなくしてるんだ。何？え、記憶喪失？あ、事故でか。父さんのことだけ覚えてるの？ああ、それは覚えてたんじゃなくて、周りの話から推測したのさ。おい、約束は3時だろ。遅れるぞ。